すみません。このセッションでは、キラ・コウさんに、ご登壇いただきます。キラさん、ビデオブロガーとして、国内外を旅して映像を撮ったり、文章を書いたりなさっています。ご自身のブログをワードプレスで運営し、各地で撮影した動画を使って記事を更新なさっております。このセッションではブロガーさんや、メディア運営者さんが、抱える3つの課題、ブログが読まれない、印象に残らない、結果が出ない、などに対する解決法を、実例も含めながら、具体的にお話しいただきますので、それでは、キラさんよろしくお願いします。お願いします。皆さんこんにちは。キラと申します。今日こういうタイトルでお話をさせていただきます、ね、今日からできる人生を変えるブログの作り方って、結構ねキャッチーなタイトルをつけたんですけども、概要としてはですね、こんな感じで喋っていきます。40分でね、 QA5 分くらい、ね、取れたらなと思ってます。でね、人とお金と時間をもたらすブログの作り方を紹介と。いいですね。でそのための3つの壁の越え方を教えますっていう感じです。今どうですか、文字が見えづらい方、今からでも前に来ていいですよ。はい。ちょっとね、ちっちゃかったらごめんなさい。できるだけ見えやすい場所に来てください。スクリーンショットじゃねえや、スマホとかでこれ撮ってもらったりとか、でも全然 OK なんで、はい、もう、前後左右の方に迷惑かからなければ、全然何やっても大丈夫です。バンバン撮ってください。という感じです。はい。で、お話しさせていただきますのは、私です。キラ、これでね、こうって言います。はい。1988年生まれ。福岡出身です。生まれだけね熊本なんですが、1歳の時に福岡に来て、それからずっと福岡で、まあ、育ってきて、はい、という感じです。で、旅のねブロガーって書いてあるんですけど、この V じゃなくて V 書いてあるのかな。皆さん、ビデオブロガーっていうですね、ブロガーと映像クリエイターを、兼任しているような感じでして、はい、映像をよく撮るブロガーの兄ちゃんなんだなと思ってくださって結構です。でね、僕の顔見てください。誰か似てないですか。大体に今思ってくださった方、大体全部合ってます。いつも言われるのがですね、テルマエロマエとかですね、髪短くするとね平井堅って言われるんですよ。で、この間、初対面の歯医者さんに、松田優作って言われましたね。とかですね、あと誰かな、ダビデ像とかですね。そんな感じ言われます。はい、大体ですね、頭もしゃっとして、濃い顔だと、名前とね顔が覚えやすいんで、ぜひ覚えてやってください。はい。で、下、KOHKIRA で、これで、こうキラ、ね、全部 Facebook も Instagram も Twitter も全部、これで登録しますんで、ぜひね、今日話が面白かったらフォローもしてやっていただけると非常に嬉しいです。でですね、私今バックパックハックっていう名前ですね、ブログを運営しています。で、旅するクリエイターのためのブログ、バックパッカーの背中からバックパックですね、はい、とブログ、バックパックハック、で、ハックは何だろう、ハッキングのハックですね。からリュックサック空手る兄ちゃんがテクノロジーとかについて書いてるブログという、この下のロゴ見てもらったら、分かると思うんですけど、こういう感じのイメージでブログを書いています。でですね、いくつかの検索ワードにおいて結構上位もいただいてまして、例えば、スマホでですね、ドイツリモア限定とか検索してもらったら私のブログがトップに来ると思います。あとはですね、どうだろうね、いくつかの商標、GoPro アクセサリー、これ4位くらいだったかな。なんかいくつかのね、商標ワードとかですね、あとはなんかタッチタイピング、練習方法とか、そんなんで検索すると結構ね、いい感じの上位に入ってきていると。まあ、調子いいなっていう感じです。で、簡単な経歴をサクッと最初にお話しさせていただくと、私は九州で、福岡高校九州大学って、まあ、比較的進学校みたいなところで、勉強してきた後ですね、けど九州大学、国立の九州大学は途中3回生で中退してしまってですね、はい、で福岡でその後ウェブの制作会社を、起業いたしました。株式会社でちゃんと、はい、で4年間、ね、経営を、しっかり行っていて、本当に普通の、制作会社、私も、文系だったので、その頃からコードちゃんと書くんだったんですけど、それなりにうまくはいってたんですけど、20いくつかな、4とかそのくらいの時、今からなんか、4、5年前ですよね。なんかそのくらいの時ってみんな迷いますよね、20代の半ばくらいって。でいや、このまま福岡で制作会社をしようっていちろかみたいな感じで、この後どうしようかいなってだんだんなってくるじゃないですか。いや、東京行くかな、どうしようかいなみたいな感じで迷い出す時期があってですね、で、どうしようかなってなった結果、人を増やしてみて、それで、何人かと揉めたこともありますし、アプリを出して滑ったこともありますし、いろいろ試行錯誤する期間がその後1年くらいあったんですね。この後どうしようかいなっていう期間があったんですよ。
で、いろいろもりもりと迷って試行錯誤していたさなか、熊本で地震が起こりました。皆さんご存知の、熊本のあの地震ですね、がドカーンと起こって、先ほど申し上げたように私は生まれだけ熊本なんですよ、うん、で、家族とか親戚はみんな熊本にいるんですね。でその、全員両親なんかもいる熊本で大きな地震が起こって、やっぱ東北の地震とかと比べてちょっとショックがでかいというか、人生何があるかわからんばいと思ったんですよ、ね、どこで死ぬかわからんし、いやこんなモリモリしようとも時間もったいねえと思って、っていうことをやっぱ強く意識したのその熊本の地震がきっかけだったんですね。でやっぱ考えますよね、明日じゃあ仮にボコーンって自分のいるところで地震が起こったと、死んだと、その瞬間何が一番後悔するかなってまあ考えた結果、旅したいなっていうのがすごく僕の中であったんですよ。世界一周の旅行行ってない、これ行こうってその時に決めたんですね。で、それを、意識した後から、その旅をしながら、その仕事をしていって、でどうやったらできるのかなっていうのをすごく意識するようになりまして、そのためにですね、まずあの荷物を徹底的に断捨離しました。今ですね、今回持ってきたんですよ、リュック一つと、スーツケース、40リットルくらいのスーツケース一つ、これで僕の生活から仕事から、あの結構ごついカメラも入ってるんですけど、とか全てドローンも入ってますっていうですね、仕事から生活が全て賄える部分がもうそのカバン二つに全て収まってますっていうところまで断捨離をして、で今ですね日本に一応なんだろう、住民票を入れるために一つ家は借りてるんですけど、あんま帰ってなくてですねもう基本的にホテル暮らしばっかりです、日本国内外でホテル暮らしばっかりしてるとという感じですね。で断捨離をして旅に出る決意をしたと。でその後一番最初、世界一周旅行に行こうというふうに決意して、ドローンとパソコンを抱えて世界一周してきました。2017年の時ですね、去年です。でその普通に行ってもしょうがないなと思ったんで、ブログ書きながら映像を撮りながらやったるでと思って、先ほどのバックバックハックを作ってですね、ちょこちょこ書き始めて、で旅の1分動画も作ってみようって形で、いろんな国内外のいろんな場所を旅してそれを1分にまとめるっていう、映像も始めたわけです。ちょっとね音声をでっかくしたいね。でこの間ね、夏の間沖縄の離島のいろんななんとか島みたいなのがいっぱい行ってたんですよ。でその中の映像の一つがこちらです。これね、座間味島っていうですね、那覇から本当にすぐに行けるちっちゃい離島なんですけども、はい、1時間、小さな島です。人口600人くらいなんですよ。海バリクソ綺麗で、絶対行ってほしいですよ。あ、ちなみにね、多分ね今ねバニラとかのセールでね、石垣とか奄美とかがね多分今ちょうど安くなってるんで、沖縄行きましょう、沖縄、という感じでですね、はい、でこれでちょうど1分です。これちょうど1分、1分の動画なんで、旅のそのトリップとかけてこの1の部分もあれしてトリップっていう名前の、映像をちょこ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 出しています、はい、という感じでございますね。なんで、ですね、ブログ書いたり映像を作ったりしていろんな場所を旅してる兄ちゃんなんだなと、思ってもらえたら嬉しいです、はい。あ、これがあのその世界一周に持っていった僕の相棒のドローンですね、はい。で現在も旅のブロガーとして活動しています。自分自身がこうやるっていうのは大体できた感じがあるんで、今後ですね、その旅するクリエイターのなんかこうコミュニティとか作っていったり発信を元にしていきたいなっていうのが、今後以降の、なんか考えてることになってるわけです。そんな感じです、はい。本題に戻りましょう、今日これを話すわけです。今日からできる人生を変えるブログの作り方っていう形でお話をしていくんですけれども、私自身のじゃあそのね、ブログに関して の, そのスキルとかのレベルどんくらいだっていう、はい、これだけね、もうこれ以上の方たくさんいらっしゃると思うんで、こんくらいの感じなんだなと思って聞いてください。まずですね、PV 数が先ほどのブログとか大体月間9万くらいです。10万、行くときは行くくらいの感じでね、それ以上のサイトだと、全く自分の私の名前出さずにやってる匿名の専門サイトとかですね、そっちは20万とか行ったりするんですけど、ブロガーとかアフィリエーターとしても中堅どころのレベルかなというふうに思います、はい。で SEO の上位ワードがいくつかあります。ちょっと上げていくきりないんで上位ワード多数って書き方なんですけど、で特徴的なのはですね、Twitter とか Facebook とのソーシャルスコアがやや高い、今日はね Twitter の話が多いです。 Twitter の話が多い、
はい、Twitter、Facebook、Instagram とかこの辺が、まあ、12,300、4,700、まあ、Instagram 大したことないですね、という感じでソーシャルスコアやや高めですね。旅数、まあ、ぶっちゃけると、旅行しながら、大体ですね月に70万とか切ることはないかなと。いい時はですねちょっと今回仕事多いなみたいな時は180万とか1200万とか割と、もらったりするんですけども、大体これくらいは切ることはないかなという感じがそのブログからの収益になってます。はい、あの具体的 なんていうかそのキャッシュポイントとか後からお話をしていきますですね。ワードプレスに関しては実は講師歴がちょっと長くてですね別の会社社団法人から、このワードキャンプとは別でですね別の社団法人が運営している、ワードプレス その講習会があるんですよ。うん、でそれをですね、2日間プラス15時間の集中講習でこうやってるんですよ。それをずっとなんかお願いされていて積もり積もってなんか500人くらいをもう対面で講習をしていると、はい、いう感じです。もうね毎回ね20人くらいの本当に小さい講習でもうめっちりめっちりあの教えていくやつ、全くゼロの、いやサーバーってよくわかんないですよねみたいな人が、サイト一つ作れるところまでを2日間でやっていくっていう講習をあのやって、それがまあ500人だったと。まあ、この辺がワードプレスに関するなんていうのかな、貢献というかになってるんじゃないかなというふうに思います。これね、まあ、まだね2回目くらいの時のめっちゃ昔のやつです。で、本題にねもう一回近づいていくと、人生をねいい方に変えるブログ、悪い方に変わったら嫌ですよね。はい、なんでいい方に変えていくブログとはまず何か、この定義からしていきたいと思います。人とお金と時間をもたらしてくれるブログなんじゃないかなと僕は思ってるんですね。はい、で人っていうのはね、例えば僕自身が何を、ね、ブログから得たかっていうのを考えると、まあ、人に関しては今ここにこうやって立たせてもらって喋らせてもらってるのが一つのもう証明ですよね。はい、こうやって皆さんとの出会いがまずあるわけです。でたくさんの露出があることで、でこうそのワードキャンプにお誘いされたのも一番最初その実行委員の方の一人がそのブログをこう見てくださって、ワードキャンプとか全く物を立っちゃったんですけど、はい、あの来ませんかみたいな、喋りませんかって来てくれたのが一番最初だったと。これは人ですよね。でお金、あのね、ブログってお金かかんないんですよ。サーバーとのドメインでも月1000円くらいしかかかないんですよ。でも見られる数は青天井じゃないですか。月やっぱ何万人にも見られるって結構すごくないですか、ね、自分のことがね。っていうその、なんていうのかな、仕事とかやっぱ来やすくなるし、広告とかね、そっちの方で収益がやっぱ生まれやすいし、けど、固定費は低いんですよ。から何が言いたいかって言ったら利益率高いんですよ。ブログっていうそのビジネスのモデル。はい。っていうね、まあお金っていうのはそこになるのかなと。でですね、時間、まあ嬉しいことにですね、それが、その場所関係なくできますよね。やっぱパソコン一つである程度できてしまうっていう、これがですね、まあ、時間っていうところをもたらしていくのはそうかなと。だから大体僕ですね、あのブログなんかはどっかのなんか写真とかバーッとって次の国に行く空港の中である程度書いちゃって、でその宿に着いたら Wi-Fi つないでアップするみたいなことが結構多いです。まあね、結構ね、場所関係ねえなっていうのが最近板についてきたんですけど、はい。でですよ、それ聞いて、おお、ええやん、自分ブログ頑張ろうって、今ね、皆さんね、もし思ったとしたら、大体ですね、ここの壁にぶち当たるんじゃないかなと予想してます。はい。まず、ブログ書いてみた。読まれない。次、読まれたけど、ふーんってなって終わり。印象に残らない。次、印象には残って、ええやんってなるけど、そこからなんか、例えば、なんていうのかな、キャッシュポイントだったりとか、なんか申し込みとか、集客とか。っていうその行動に移れない、はい、結果が出ない、この3つ、これ人間の行動心理学においても結局人間って一番最初認知、知ってもらう、ね、で次信用、その人からおええやんって思ってもらう、お結構なんか、まあ、話聞く価値あるんじゃないかなって思ってもらう、で次ですね行動、次じゃあこうしてくださいってそこにちゃんと動いてくれるって、この3つのプロセスを踏む必要があると。ブログにおいても同じ話で、読まれない、印象に残らない、結果が出ない、これは致命的な問題というか3つの壁として言えるんじゃないかなと思っているわけです。でですよ、それを超えていくために何をするのか、はい、結論ざっくりなんですけど、結論これです。一つ目、システムとテクニックを知りましょう。はい、読まれないに対してはシステムとテクニックを知らない、ちゃんとやってない。二つ目、漫画と YouTube 見ろ突然唐突に遊べみたいなのが来ましたけど、はい、印象に残るっていうのはこのあたりがすごく印象になる、あのなんか参考になるんですよ。で次、戦略を持ちましょう。だらだらと雑記ブログを芸能人みたいに書いて稼げる、ありえないです、ありえないです。ちゃんとこれでこうやってやっていくんだって、そのね、なんか設計図をね頭に最初に持ってほしいっていう、その話を今回していきます。っていうとね、なんか難しそうに聞こえるかもしれないですけど、初心者に分からない話僕しないんで、で、僕質問されるの好きなんで分かんない話ソーシャルでバンバン言ってください。あのメールとか全然言ってもらって大丈夫でね。はい、初心者にも分かる話をしていきます。ちょっと乗ってきましたね楽しくなってきた。はい、
まずですね、読まれないという問題、この解決の方法をさらにざっくりと分解していくと、まずコンセプトを考えましょう。コンセプト。次、 SNS 攻略します。で、ざっくりと言うとノリを知りましょう。各 SNS の場所のノリを知る。で、そこでバズらせる。バズらせるってたくさんリツイートされたりたくさんシェアされる、これをバズって言います。バズるって言います。はい、ノリを知ってバズらせる。 SEO 攻略、これはですね、仕組みとニーズを知ってニッチにかけっていう、これがもうざっくりとした結論です。でですね、ブログをですね書いて、なんか書いてるけど反応薄いんだよねみたいな人とかに、まず一番最初にやってほしいことなんかなってすごい考えた結果、まずこれだなと思ったんですよ。このリンキャマス、これご存知の方いらっしゃいますか、この中に。あ、ちらほら1割いないですね。IT 系のスタートアップとかの人だったら結構知ってるんですけど、いろんなビジネスとかを考える上でなんか便利な思考フォーマットみたいなのがあるんですよ。はい、これですね、まあ後からですね、なんかTwitter とかでなんかつながってくれたとか Facebook でつながってくれたって人には、なんか後からこれのリンクとかをまとめてなんか送れたらなとちょっと思っていて、まあメモってもいいですし、後から僕にくれって言ってくれてもいいです。リンキャンバスっていうのはとにかくあります。何を書いていくのか、はい、こうやって、まあ、1,2,3,4,5,6,7,8,9 って番号が入ってる、この順番にこのマスを埋めていくんですね。はい、で何を書いていくのか、一番最初課題と、ね、今じゃあ既存の代替品何があるのかとか、はい、どんな問題を解決していきたいかな、これを最初に書くんですよ。次、はい、どんな人に読んでほしいのかな、こういうタイプの人に読んでほしいよね。次、これ書くわけです。で、特に自分の友達の誰々君と誰々君みたいな、もう具体名挙げていいです。これ2番で、3番、独自の価値提案。じゃあその人たちから見て自分っていうのはその問題に対して、あ、そういうこういうとこがすごいよねっていうポイントがあると、ね、こういうとこがすごいよねっていうその価値、自分が持ってる価値って何なのかなと、それに対してその問題解決できそうな価値って何なのかなっていうのを次に考える。そしたらそこから導き出せる具体的なソリューション、ブログの場合コンテンツですよね、何を書いていくのか、これをしっかりと、考えていくと、具体的なソリューションで、5番とかだっけ、はい、どうやってコミュニケートするか、いろんなチャンネルがありますよね。うん、どの SNS を使うかとかで、 SNS からこう入ってもらって次こう言ってもらってこうみたいな、でそこの、ざっくりと設計図を頭の中に書いてほしい。まあ、難しいように聞こえますけど、要はこれを順番に書いていくだけです。で、6ですね、6がじゃあキャッシュポイント、どうやってそれから収益が生まれるのかっていう、その方法論、逆にコストは何でかかるのかで、8なんだっけ、でさ、どういう数字を見ながら、あ、うまくいってるねっていうマイルストーンをつけていくのか、これが8番で、ラストなんだっけ、で圧倒的な姿勢、もうこれが同じようなことやっているやつがいっぱいいたとして、ここが俺が一番すごいぞみたいな、うちの会社が一番すごいぞみたいなところが何なのか、これすげえやんっていうところを、まあ、最後に書いてみると。これね、部分ね、書けなくてもいいです。とにかくバッバッバーと思いつく限りバーッと書いてみるんですよ。で、空白の見ても分かりにくいと思うんで、実際私が今年ですね、自分のブログに関してちょっと書き直してみたリーンキャンパスがこんな感じです。例えば一番最初、はい、どんな問題を解決するか、例えばですね、旅をしながら作って稼ぐっていうですね、旅をその一過性のアクティビティではなくて、一つのキャリアだったりだとか、自分のその創作活動とかですね、いろんなコンテンツ作りのその糧にしていけるっていう、うん、なんか一つのキャリアとしての旅みたいな感じで、具体的にはその旅してこうやって作ってなんぼ稼ぐ、月100万とか稼ぐっていう、はい、っていうノウハウとかを、リアルかつ楽しく見せれたらいいよなと。で、既存の代替品、いろんな旅のなんか写真とか誰かが出してる本とかあるじゃないですか、なんかポエムみたいなやつばっかりじゃないですか、ウイニエンコ最高みたいな、なんだ日本人みんなウイニエンコ好きなんですかねで、俺ね、大体一人が現地で会ったなんかもう友達とかとなんか旅するタイプなんで、もう男の男臭い一人旅が好きなんですよ。からなんか、なんだろう、あそこシンガポール のマリーナベイサンズの一番上のホテルとかでなんか男女5人くらいでこうやってやってるやつらとか、まあ、まず絶対友達にならないんですよねまあ嫌いなんです、まあ、なんかその辺のちょっと男臭いから、高橋歩とかなんかその旅の綺麗な本とか読むタイプよりは、本田直之さんとかですね、高城剛さんとか、あっちの方が好きなタイプの、ちょっと、20代30代の、いや俺一人で旅行くっすよみたいな感じのセグメントだなというのがここなんですね。どういう人に読んでほしいか、はい、からまずは僕少し前の自分だなと、少し前の自分だなと。
で高橋アミュール高橋の強者隊が好きな感じのちょっと、いや俺ただぼやっと旅して絶景見るだけじゃ全然足んないんでみたいな感じの人に読んでほしいなと。で具体的にちょっとぼかしてるんですけど、もう誰々さんと誰々さん誰々さん、もう具体的な僕のあのもう読んでくれてる人の名前をこうやって挙げてるんですよ。はい、っていう感じですね。でどういうところが強いかとかですね。であと僕あの動画とか、なんだろう、イラスト動画文章3ついけるんで、それをこうマルチコンテンツ的に出していって、それぞれでそれぞれの人が引っかかってくれたら、これ結構集客のチャンネルとして強いよねっていうことで、こんな感じでどうやってコミュニケートするか。例えば Facebook、Instagram 置いておいて、 Twitter、SEO、YouTube から1回ブログに着手させて、例えばこういうセミナーの時に1回アウトしたら、この後例えばなんかね、僕のブログたまたま見たことがあったら、ああいつやんってなるじゃないですかね、っていう感じの、これが一歩目だなと。はい。でキャッシュポイントとかについて後からちょっとお話をしていきます。まあ、いろんなね、ちょっとこれもね、ぶっちゃけいくら稼いでるかちょっとぼかしてるんですけど、こういういろんなキャッシュポイントをそれぞれで置いておくと。でかかるコストはぶっちゃけ各取る能力、労力と、旅費くらいのもんです。はい。という感じでこうやって自分なりにこうリーンキャンパスっていうのを書いてみると、ちょっとねちっちゃくなってごめんなさい。という感じでございます。という感じで皆さんですね、今日帰ったら、まずこの、リンキャンパスしっかり書いてみてほしいんですよ。うん、リンクとかね、僕にくれって言ったら送りますんで。はい。で、次ですね、その考えたコンセプトをもとに、ブログを立ち上げて、30記事しっかり書きましょう。30記事。できればね、100記事書いてほしいです。これ、意味が何かというと、まずね、投稿そのものに慣れてほしい。でね、自分なりのね、スタイルを作ってほしいんですよ。はい。で、特に、書き始めと書き終わり。これが大事。僕ね、いつもね、一番最初、結論から書くんですよ。こういう人向け、このね、香港のインスタ映えランチ、これ知ってますか？なんか、ね、インスタとかよく出てくる。ここに行ってみた。ここ行ってみたいけど、どうやって行くの？注意するとこあるっていう人に対して、こうやって行くんですよっていう結論を最初に書いちゃうと。で、こんにちは、キラです。今日はどこどこに行ってきましたっていう、これが毎回僕も書き出したんですよ。で、終わり方は、もう一回まとめで全く同じまとめを書いて、はい。で一番最後、それでは明日も良い人生と良い旅を、なぜかこれでいつも締めるのがなんかお約束になっていて、このなんか自分の書き始めと書き終わりのスタイルとかスタイリングの方法とかね、そういうのがだんだん慣れてくるのが、大体30記事から100記事書いてこないとやっぱね慣れてこないんじゃないかなっていう、はい、のがあって、まずはこれ書きましょうという話です。30記事くらいでですね、まあ作るですね、ブログとかを書くのはぶっちゃけ何でも使っていいんですけど、これ別にここだから言ってるわけじゃなくて、ワードプレスね、やっぱり、ね、長期的にはおすすめです。使う理由、まあ、メリットとしてはですね、一つ目、アカウントが会社から勝手にバーンって消されることがあります。ありません。はい。例えば最近ですね、ハテナとかがですね、勝手に無条件で無警告でブログを消したって言われて、ちょっと大手のアフリエーターの方がてんやわんやしてたんですけど、はい、そういうのがないで、総合的なスキルが身につきます。まあ、自分でね、書いたりスタイリングもしなきゃいけないし、コードも多少書かなきゃいけないし、やっぱ SNS、SEO とかでアクセス集めなきゃいけないし、その総合的なスキルが身につく。これは一つ魅力かなと。で、ね、これ3番意外とでかいです。ワードプレス関連の仕事ね、めっちゃ来るんですよ。ここにいらっしゃってる方、みんなワードプレスを使うんですよね。うん。ってことは、これだけの数、何らかのニーズがあるんですよ。で、それが例えば法人であれば、ね、うちの会社のあれをなんか、今、こうやって作ってるけど、これワードプレスに移行してほしいよねとか。っていうニーズとかあったりするんで、ぶっちゃけですね、ワードプレスについてしっかりと覚えてスキルを身につけたら、もう食いっぱぐれることしばらくないです。まだシェア結構上がってるんで、これ結構でかいです。でですね、次、じゃあ逆にデメリットあるのかって言ったら、まあここかなと。サーバーとかドメイン含め自己管理が必要ですよね。自分でなんかサーバー借りてドメイン借りてみたいな、それが必要になってくるっていう。で、それの管理運用コスト、まあぶっちゃけ月1000円くらいです。はい。その個人がブログ書くレベルで言えば、うん、千数百円。であと学習コスト、いろんなスキルが身につくってことは、その裏を返せばいろんなことを覚えなきゃいけないんですよ。だから、いやもうそういうのね、もう鬱陶しいと、ウェブとかマジで鬱陶しいけどブログ書きたいんだっていう人は、もう LINE ブログとかハテナブログとかあっちでいいんですよ。いやウェブとかね結構しっかりやっていきたいんですよみたいな、この中にいらっしゃる方はそういう方が多いんじゃないかと思います。っていう方は長期的に見るとワードプレス触れた方が絶対いいんで、おすすめをしていますと。そんな感じですですね。記事がある程度書けてきて、ワードプレスブログも作れたと、コンセプトはこうだって決めたと。次はですね、SNS を攻略していきましょう。まずはですね、SNS を、場のイメージで捉える。これが大事。SNS って人が集まる場なんですよ。はい。で、それぞれいろんななんか SNS よくわかんないじゃないですか。まずはそれが、これそれぞれどういう場所なのかを知っておく。一つ目、Facebook、ホテルのビジネス交流会です。Instagram、誰でも写真展です。Twitter、先生のいない教室です。
4つ目 Google 検索、超優秀なスタッフのいる図書館です、5ちゃんまたは2ちゃん便所の落書きですという感じ で、はい、で結論としては一番最初に集中すべきは Twitter と SEO、 まずこんだけです。もう一回言います。最初に集中すべきは Twitter と SEO、 こんだけ、うん、でその後ある程度のアクセスが集まってきたら、YouTube とかにも手出していいんじゃないかなと。で、他のですね、まあ、今回ちょっと全部説明したら時間足んないんで、他のはさらりといきます。まず Facebook、 ホテルのビジネス交流会です。で30代以降へのリーチっていうのがまあ強いかなと、まあ、おっさんおばさんばっかりですね。僕の体感でいうと今26、7歳以下の頃はねやっぱ使ってないですね。で別にそれは悪いわけじゃなくてセグメントが違うってだけの話なんで、はい、なんかそういう感じだなと。で韓国の総裁メディアなんですよ、うん、受けがいいのは仕事の報告、結婚出産とか、なんか彼女できましたとか転職しましたみたいな、それになんか200いいねとかつくじゃないですか。今日誕生日ですみたいな、400いいねみたいな、それが受けるわけです。韓国の総裁メディアです。で、どういうふうに使うのが一番いいかって言ったら、もうリアルの人間関係メイン、一回会ったことある人に対して最近こうしてますみたいな、そこをね発信していくのがまあ一番いいんじゃないかなと。そんなね真剣に使わなくていいです。で次インスタグラム、誰でも写真展です。はい、コンバージョンとかね拡散力ってちょっといまいちなんで、ぶっちゃけ後回しです。でリーチがね強いのは女性とか外国人ですね。はい、でコンテンツとして受けがいいのはセクシー、おっぱいと筋肉です。ですね、美容、旅行、イラスト、カップルとか受けるんで、例えばまあ旅行系の人とかですね、なんかあとは美容、美容師さんとかですね、まあ、エステとかそのあたりのなんかビジネスと相性がいいんじゃないかなと。でイメージとか世界観の構築用に最初は使っていくっていうくらい最初はいいと思います。で僕もなんか旅行の写真ばっか上げてるんですよ。それわこの人めちゃめちゃいろんなとこ行ってるわっていう、なんかこれができるわけじゃないですか。そのイメージの構築とかとそのブランディングというか、最初はそんな感じ使ってたりです。2つはこんくらいで、2ちゃんと5ちゃん、便所の中です。精神衛生に悪いんで、よっぽどね、目的がない限り見ない方がいいです。はい、なんかね心が病みますね。やっぱ悪口ばっか書いてるんで、いろんな人の自分のことが書いてなくてもですよ、もういろんな悪口書いてるんで、もうね心がもうなんかすさむ、見ない方がいい。はい、でおすすめはツイッター。先ほど申し上げたように国内においては拡散力最強です。はい、ツイッターを起点に各メディアでまとめられて一気にバズる。例えばトゥーギャッターとかですね、なんかネットラボとかですね、ああいうなんかこう一つのツイートがわーっとリツイートされます。そしたら何かのメディアが食いついて、それがまた記事にするんですよ。そこからまた露出が増えてわーっとこう見られると。でツイッターのライクとリツイート、あれ両方とも自分のフォロワーに見えるようになっていくんで、はい、っていう仕組みをですね、僕の両親に説明したら、それはネズミ講みたいなって言ってましたそうやねって言ってました。鳥なんやけどねみたいなでですね、システムとテクニック、これを覚えるだけでも反応率が上がるんで、僕今からやるようなことを真似してみてください。まずですね、私のツイート力なんですが1280万です。行きましょうザーボンさん、ドドリアさんみたいなことで勢いで書いてみちゃったんですけど、直近のですね28日間のインプレッションがこの赤で囲ってるに 12.8 ミリオンなんで1280万あってますかね。はい、なんかね今月はねすごいバズるやつがちょっと多くて、これ結構ね数値としてはでかいと思います。でフォローとフォロワーの数っていうのも、フォローが340に対してフォロワーされてる数が1万2000人って、この偏り結構まあ多めなんじゃないかなと思ってるわけです。はい、でですね、じゃあ皆さんまず 何やったらいいか、大抵の人できてないやつ、プロフィールちゃんと作りましょう。プロフィールでとにかく示すべきは何かって言ったら、あんた誰なの、何与えてくれるの。はい、ツイッターでフォローが増えるってどういうことかって言ったら、最初に拡散されるんですよ。でその人のどんな人なんだろうな、ピャッて見に行って、そのプロフィール読んで最初のツイートをパラパラって見て、フォローかもうそのまま帰るか、このどっちかなんですよ、この繰り返し。なんで一番最初、画像ですよね、画像、うん、今日ね僕ねこの T シャツ着てるんですけど、毎回ねこの白の T シャツ、同じやつ6枚持ってます毎回同じやつ着てるんですよ。でも、ブログと全く同じようにレイアウトも見えるようにしてあります。で自己紹介、ちょっとちっちゃくて見えないんですけど、先ほど、言ったような自己紹介が140文字ぎっしり書いてあります。で自己紹介の部分ですね、ここにも改めて書いてあって、でブログの URL 貼って、はい、でみんなもっと旅しようぜっていう風にメッセージも書いてます。でその結果フォローとフォロワーのこの偏りが出来上がって、おなんかねフォロー多いや、フォロワー多いやんみたいな、フォローしたろうみたいな感じでできるです。まあ、このねフォロワーなんていうのはね、実力と関係ない錯覚なんで、はい、全く関係ないです。だからこそその錯覚をしっかり使って、欲しいと。フォロワーくらいはですねサクサクと獲得してほしいんですよ。だから、ね、今回ねワードプレスの話にツイッターの話を送るんですけど、はい、普段ね何を書けばいいかって言ったら、まずこれです。自分らしいネタ、例えば僕の場合ロンドンのなんか螺旋階段がこうやって綺麗だとか、旅人っぽいですよね。
とか日本の人口減少が、これ時事ネタって何かって言ったら災害が多かったじゃないですか。そのタイミングでいや人口減少もやべえんだよつって、日本ってこうやって人口減少してこうやってやばいことが起こるんだよって、これインプレッション7000とか7800とかですね。とかリューチェルのタトゥーが問題話題になったじゃないですか。タトゥーね、これ僕あの子供を守りますっていう印でつけるリューチェルのタトゥーはかっこいいと思うんやけど、一方で俺献血するからタトゥー入れないっていうクリルノアもかっこいいと。で外国人の名前を挙げると、で日本の場合そのタトゥー入れる入れないよりも、ね、その生き方をね、あの考えていけるっていう教育が大事だよねっていう、こういう話をしていきたいって言ったら、これがインプレッションこうやって多いと。あとですね、ニュースピックス、まあ、一ブロガーとして書いたんですけど、ニュースピックスでさよならおっさんっていう広告があったんですね、うん、でそれに対してニュースピックスがおっさんの定義学ばないやつが書いてるけど、なんかその仮想敵を作ってそれを攻撃してるあたりが、まあ、そもそもおっさん的な手法だよねって言って、そしたらそれがバズったんですよ、わーっと。じゃあその後でおおこれバズっとるやんって、その後で記事書いて具体的にアクセスを集めていく、そのブログに集めていく、その後にスレッドで記事をこうやってぶら下げると、まとめてみましたっつって自分の記事に、そしたらもうブログに対してアクセスが流れていきます。で面白いことにそのまとめた記事がニュースピックスにピックされるとですね、皮肉だったんですけど恥ずかしいみたいなとかですね、もう一つは面白ネタ、これですねツイッターで非常に反応がいいんで、面白いのはあれしてください、どんどん返してください。これね、人のねバズってるツイートに面白い返しで返すってすごく大事なことですね。例えばダバンプのね新しいジャケットがすげえダサかったみたいな、これがわーっと全然知らない人ですよに対して、過去もレジェンドも置いとくのでご差しくださいって言って、ソールドアウトでイングウェイの激ダサジャケットを置いたらハハハって言って、これ見たついでにこれ見て反応が非常に良かったりするんですよ。あとはですね、女性と男性の体の構造を考えると、男がスカート履いた方がいいんやないっていうのに対してスコットランド人おそうやなっつって、こういうツイッター面白ネタにちょっと傾いてるんで。とかですね、他のバズったツイート、日本人は目で感情を表す、外国人は口で感情を表すから絵文字がこうやって違うんだよねに対して、多分これがあるから日本人はサングラス怖いってなって外国人はマスク怖いってなるんですよって、その面白い返しを返す。よくね芸能人とか有名人ってクソリプクやってるやつがいるじゃないですか、なんか女の子に対して心配だよみたいな、知らねえよって話でそんなクソみたいなリップじゃなくて、それを見てる人たちがまたプラスで面白くなるようなプラスアルファの返しっていうのをしてほしいと。とかこうやって他のフォロワーが多い方の、タグとかをつけてですね、こうやって返しを大学育てよう、これ落合陽一さんとかからあの引用をしてもらったり、こうやってインプレッションが増えていきます。こんな感じです。全然時間が足りんですねこれね、もうちょい、ちょっと駆け足いきます。で次ですね、これ10分くらいあれしても大丈夫ですかですね、次です、SNS の攻略はこんな感じです。ツイッターに集中しましょう。次 SEO 攻略します。 SEO これもね本当にね話し合ったらこれだけで90分いくんで、ざっくりと大事なことでいきます。まず Google 検索って何かって言ったら、クソ優秀なスタッフのいる図書館です。からその図書館のルールだったりシステムをまずちゃんと知らなきゃいけない。はい。でその上で自分がどういうコンテンツを、その本を自分で書いておけるんで、どう言っておけばいいかな、どういうタイトルをつけたらいいかなっていうのを知らなきゃいけない。最初はこうです。システムを知り、キーワードを調べるのが8割はいって書いたんですけどね、まず Google のガイドライン読みましょう。ガイドライン、うん、Google が出してるこういうのが好ましいコンテンツですよってガイドラインがあるので、まずそれ読みましょう。 SEO やりたいっていうのに変な本から先に読んで、 Google のガイドライン読んでないやつ多すぎ、そっちから先に読む、優先順位そっちです。 Google が出したガイドラインが先、これやっちゃダメよとかちゃんと書いてます。で次です、自分が書きたい記事に関してまずググってみましょう。そしたらそのトップ1ページに入ってるのがある意味今の正解なんですよ。そのキーワードで検索しよう、それを参考にしてみてください。はい。で中身のコンテンツがどう書いてあるのか、それがあまりにも重視か、あこれ俺書いてもかなわねえなと思ったらそれ書かないっていう戦略もあるんですよ。はい。っていう、それが一番自分の書きたいことをまず自分でググってみる、これ結構ね大事な、初心者でもすぐできます、今日からできます。はい。でですね、サーチコンソールとか、Google アナリティクスっていう、それで数字をちゃんと見ていく、自分のブログからどういうキーワードで来てるのか、どういうキーワードが多く検索されてるのかっていう、そのふわっと感覚で書くんじゃなくて、その数字をちゃんと見ていく、でそのをもとに、改善をしていくっていう、この数字を見ていくっていうプロセスが、Google というかあの SEO の攻略において大事なことです。図書館のルールを知るっていう。はい。じゃあまず一番最初、今日から何やったらいいかって、どんな記事書いたらいいのって言ったら、この3つです。複合ワード、ニッチな体験、問題解決、この3つを意識してください。はい。まず、ね、複合ワードってどういうことかって言ったらね、コンタクトレンズとか狙うのはダメなんですよ。競合多すぎ、何やりたいか分かんない
うん、でも、コンタクトレンズ、コスプレ、ナルト、福岡、どうですか。でそれが仮に、10月の頭に検索されている、多分、ね、福岡で、ハロウィンのコスプレしたい、ナルトのコスプレしたい、ね、シャリンガンとか白眼紹介したら売れると思うんですよ。とかコスプレの衣装を合わせて売れるじゃないですかっていう検索ワードが、検索ワードもその、なんていうんですかね、あの意図がはっきりしている、うん、し競合が少ないんですよ、こんだけで。具体的にはで、それをニッチなだけ、例えば自分がコスプレ屋で実際やってみました、クソ強いですよね、はい。で実際にアマゾンでこういう衣装を買ってこうやったらね、わかんないけど、ナルトになれましたみたいな、ね、ナルトになれました、なれないんですけどね問題解決できましたっていう、そこまで言ってたらいいんですよ。で実際の例としてはこんな感じ、ドイツのフランクフルト空港で限定モデルリモアスーツケースを買ってきたっていうタイトルで買ってるんですけど、リモア価格とかだったら勝てないんですよ。ドイツ限定リモアなら勝てるんですよ。で実際僕世界出身にその買ってきたっていう体験談をあれしていくと、で問題解決って何かって言ったら、このキーワードで検索してる人が抱えてるかもしれない問題いくつかあるんですよ。そもそもリモアを知らない、どこで買えるか知らない、価格がいくらか知らない、他にどういうモデルがあるか知らないとかですね、それを全て網羅的にグワーって書いてて、ってすれば勝てないはずがないと、こんなニッチキーワードで。ってすると、下支えをその何て言うんだろう、ブログのアクセスがしっかり安定すると。例えばこういうのも強いですね、旅系だと。香港から深圳への行き方を画像付きで解説って、これも書けるのめっちゃ簡単なんですよ。行きながらこのパシャパシャって撮っていって、なんか帰りのなんか空港行きのバスとかでバーってまとめてアップしただけのあれなんですけど、こういうのね地味にね、もうこれどんな問題抱えててどう解決してほしいのかはっきりしてるでしょ。で僕自身がググってみて、いやまともな情報出てこねえなと思ったやつを書いてるんですよ。それはねアクセスね、それなりには取れるとという感じです。これが基礎の基礎なんですけど、さらにね踏み込んだ内容をしていくとすると、僕の知り合いですね、悪い SEO 屋がいるんですよ。でその人となんか SEO のキーワードについて話した時に、その人は例えばですね、パチンコでお金借りまくってて、ね、もうね借金で首が回らない人がいたとして、どういう人、じゃあその人にカードローンを、ね、紹介するアフィリエイトサイト、アフィリエイトサイトを作りたいと、アクセスじゃないかな、うん、としてどんなキーワードで記事を書くかと、消費者金融、債務整理とか、そんなね真面目なこと書いちゃダメ、サラ金チャラにする方法とかですねそれをスマホで検索するのが、まあ、そういう感じの人のなんかこうセグメントじゃないですか。何が言いたいかと、 SEO じゃなくて最近言われてるのが SXO、 サーチエクスペリエンスオプティマイゼーションっていう、その入ってくるユーザーがどういう体験をするか、どこから入ってきてどういうふうに記事を読んで、あなるほどってなってどこに行くのかって、そのユーザー体験、ユーザー目線を考えることが全てですよ。これ Google ではっきり言われてます。そこまで考えて記事書きましょう、はい、という話です。これがですね、読まれないっていう問題の、あこれまだ1ですね、やばいねコンセプト考えましょう、 SNS と SEO を意識しましょうの話です。次です。ここまで話したできれば、印象に残らないコンテンツよりコンテクスト、キャラとストーリーと世界観、動画写真イラストを多用しよう、はい。でね、まずねコンテンツとコンテクスト、次は印象に残す、見られましたの後に、おーなるほどね、よりこの深い印象を与える、このテキストを読んでみてください。やりたいことをやりなさい、人生は一度きりになるのから、今でっち上げた名言です、名言っぽい感じのやつです。次これ見てください、やりたいことをやりなさい、人生は一度きりになるのから、バイ孫正義、すげえありがたみありますよね。次これ読んでください、やりたいことをやりなさい、人生は一度きりになるのから、高志43歳にと、高志さんいたらごめんなさい、説教者になりますよね、うん、お前そんなんだからニートなんです、高志頑張れって言いたくなるじゃないですか。これがコンテンツとコンテクストです。コンテンツはさっきの言葉なんですよ。さっき冒頭で挙げたのは、ね、読まれるの話でしたのはコンテンツの話です。次誰が言ってるのかって大事なんですよ。誰がどう言うか。でそれを出していくために何をやったらいいかって言ったら、キャラとストーリーと世界観を意識してください。はい。で世界最強のコンテンツ、一番多くの人に長く読まれてるコンテンツって聖書なんですよ。で世界でほぼ初めてに近いくらい、まあ、もっとね昔の聖書もたくさんあるんですけど、ストーリーテリング、キリストさんがこうやって生まれてこうやって奇跡を起こして最後こうやって死んだんだぜみたいな話が結局されてるのが聖書じゃないですか。ストーリーっていうのはずっと残るんですよ。ストーリーを意識してください。で分かりやすく言うと、1枚のイラストより漫画、ソーシャルゲームより RPG、ね、パズルやっていくだけのソシャゲよりも、ね、なんか分かんないけどファイナルファンタジー7とかの方がファンが多いじゃないですか。そういうことです。で人が見たいのは、あじゃあ、1個説明しておくと、この後ろの漫画ご存知の方いらっしゃいます？みんな知ってますよね。このシーンが何のシーンなのか知ってる方、あいいですね、これですね、一番最後の三能線というところで仲の悪いねルカワと、花道がですね、最後
一回だけパスを出し合って最後のシュート決めてそれで勝った後の思わず二人でうわーってなんか悪い二人がバーンってハイタッチした感動のシーンですよ。それ知ってる人にとってはこのイラストの価値ってめちゃくちゃ高いじゃないですか。来たこれって今スライド開いた瞬間に思った人もいるかもしれないけど、知らない人にとってはなんかバスケの上手なイラストっていう、これがストーリーの力です。はい、これがコンテクストの力で、それ言うと、いや自分にはね何もないんですよっていう人が多いんですけど、人が見たいのはね成長の物語、成長の物語なんで、例えば桜木花道が不純な動機から春子さん大好きですからバスケットボール始めて本物のバスケットボール部になっていく、ルフィが一人で小舟出て行って、ね、懸賞金10億吐きまで使えるみたいななっていく、この成長物語みたいんで、雑魚いところからいかにこう強くなっていくか、これを見せていく。はい、でですね、それを見せるために今弱くてもいいんで、海賊王に俺はなる、ね、火影になるってばよっていうビジョンを見せていってほしいっていう、これがあのキャラクター付けに大事です。で、ですね、写真イラスト動画を使う、これが一番最初、今日からのはこれです。写真イラスト動画もっと使いましょう。はい、いかに実際に会うっていうところに近づけるか、五感を使って見せていくか。みんな文章ばっか書きすぎなんですよ。文章は検索されるのが必要なんで絶対必要なんですけど、例えば今こうやって聞いて喋ってますよね。これを僕仮に書き起こしてブログで皆さん見せたとして多分ねあんま伝わんない。はい、いかにその五感で伝えるかっていう、これが大事でね。ブロガーはね夢に出ないんですよ。 YouTuber は夢に出るんですよ僕の好きな YouTuber 何人かいて、はい、それがなんか夢に出てきたなと、うん、これね大事だなと。でね、これ言うとね顔出さないとダメなんですかって、出さなくていいです。今例えばその匿名のハンドルネームとアイコンだけでやってるアカウントとか Twitter アカウントありますし、 VTuber とかあるじゃないですか。顔出さなくても一つの人格をと作り出す、これがインターネットの面白いところですね。まあ分かりやすく言うと井上武彦がバスケしてるわけじゃないですよ。うん、スラムダンクという舞台の中で桜井花道がやってるわけなんですよ。でその別のキャラクターをデザインするくらいのイメージで一つのブログの世界観を出してほしいと。で一番最初さらに一番最初、ロゴに世界観を詰め込みましょう。はい、このロゴ見て大体なんかどんな感じか伝わってきません？ロゴ一つに自分の伝えたいなんかその世界観っていうのを凝縮させる、これが一番最初にやることです。はい、もうねほぼ終了の時間なんでごめんなさい3年話せないです印象に残せないがですね、こんな感じです。コンテンツよりコンテクスト、キャラとストーリーと世界観、動画写真イラストを多用しようという話です。でね、この後ね結果が出ないその稼ぐね話をねどんどんちょっとね用意したんですけど足んないですね、結構いい話したんですけど、どっかでですねちょっと動画なりブログなりまとめてここにいらっしゃってる方にはできるだけ見せたいなってちょっと思ってるんで、結構力で作ったんで、うん、ちょっとソーシャルでこの後つながってください。まとめると、人生を変えるブログ、人とお金と時間をもたらしてくれるブログ、まあ、ただね、結果を出すはですね、ぶっちゃけちゃんと読まれて、印象残してて、これできれば、まあ、あとは何とでもなります。はい、あとはキャッシュポイントとか細かいね、なんか儲かるアフィリエイトのジャンルとかそういうのを書いただけなんで、うん、まあ、1と2が一番大事です。で、乗り越えるべき3つの壁、読まれない、印象に残らない、結果が出ない、この3つについて話しました。で、2つまでしか喋れませんでした、システムとテクニックを知りましょう、漫画と YouTube を見ましょう、で稼ぐ戦略を持ちましょう。3ね、気になると思うんでちょっとね、そのうち動画なり文章なりちょっと出します、すいません。でね、一番大事なこと継続と改善です。そんなね、なんかね1ヶ月くらいなんかもうパッパっていかんすよ。はい、1年間くらい頑張りましょう。継続と改善、そして楽しむこと、ブログに終わりないんで一緒に頑張っていきましょうという話です。で最後にです、SNS でね、まあ、ぜひねつながってもらえたらなと。ここでなんかパーッと聞いて、はあ、なんかさよならって書いたら寂しいんで、はい、Facebook、Instagram、Twitter、これねそれぞれでしてください、お願いします。で、なんか話聞いたよみたいな言ってもらったら、 ありがとうございますって挨拶させていただくんで、で会場でもですね、あ、さっきの話なんか聞いたよって言って、僕もこのまま囲いますんで、ぜひ声をかけてください、という感じですね。ちょっと駆け足でいきましたけど、うん、こういう話をさせていただきました。ツイッターの話を伺いますね一つくらいですね、何か刺さったものが何かあるんじゃないかなと思うんで、ぜひね、皆さんの活動の中に生かしてください。はい、というわけでありがとうございましたということです。キラコーです。最後にもう一回ソーシャル載せるんで、ぜひね連絡ください。はい、僕質問されるの好きなんでということです。はい、ありがとうございます。はい、平さんありがとうございました。